はい、皆さんどうもこんにちは、サーバーワークス宮沢です。はい、今回クラウドオートメーターのちょっとアップデート情報をお知らせという形で動画を撮っていきたいと思います。今回なんですけれども、8月16日に技術ブログで公開しておりますが、クラウドオートメーターのログ詳細ページで操作対象のインスタンス名を確認できるようになったというアップデートになります。クラウドオートメーターのジョブが実行されると、ログの詳細っていうページが左の方にあって、そこから操作した AWS リソースの結果ですね、例えば AMI 取ったとか起動したとか停止したとかっていうのを確認することができるわけなんですね。でそこで AWS のリソースを識別するために、今までこうインスタンス ID が表示されていたんですけど、今回のアップデートでですね、まだ一部ではあるんですけれども、 EC2 のネームタグが表示されるようになります。これによってユーザーがこうロゴを見た時とかに視認性がまあ良くなるわけなんですね。で今回一部のアクションというふうに話していますが、こちらに関しては EC2 の3つのアクションになっていて、インスタンスの起動停止と AMI の作成の3種類になっています。今回のアップデートはローリングで段階的に皆さんのところに展開されていく予定になっています。で今回はこのブログではまあここに話していて、個人開発用インスタンスとなっているものがちゃんとインスタンス ID の前についていますよという形になっています。では実際にちょっと見ていこうかなと思います。はい、といったところで、実は昨日実行しておいたログになりますが、このログはですね、左側の運用ジョブのところの実行ログ一覧というところに行くと一覧があります。でここをクリックします。すると、あ、うまくいってるなっていうのが出てきます。でここで詳細表示ってところを押すと、ここでさっきアップデートでお話ししたネームタグとインスタンス ID と AMI ID が表示されるというような形になるので、まあ、詳細見た時とかにインスタンス名、ネームタグで指定しているものが取れたんだなっていうところが分かれないのかなと思います。はい、といった形になっているので簡単に確認できますよという形ですね。下のところはいつも通りになっています。はい、といった形でユーザーがこう見た時とかにちゃんとこう視認性が良くなったので、詳細を見た時とかに、あ、ちゃんとこれが複数のタグとかで指定している場合とかで取れてるの心配になったりとかするんですけど、ここでちゃんと確認することができるようになっておりますので、ぜひご活用いただきたいのと、今後のこのアップデートのこう拡張もご期待いただければなと思います。はい、といったところで今回はログの詳細の機能がアップデートされましたよというお話になりました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。